ハメ、もしくはハメ州は、フィンランドの伝統州。また、英名のトバースティアから、タバスティア、タバスティア州とも呼ばれる。フィンランド南部の中央に位置する内陸の伝統州で、ある。南西から時計回りに、南西葬儀、サタクンタ、ポフヤンマー、サボ、カルヤラ、ウーシマーの各伝統州と接している。現在、ハメだった地域は、主に中央葬儀県。 パイヤトイコールハメ県、タイコールハメ県、キュメンダークソ県の県域となっている。またこの他に、ピルカンマー県の南部、南西スオミ県の東部、南サボ県の南西部、北サボ県の西部の一部地域がハメの地域を県域としている。ハメの地域は、1997年10月からは、新設された西スオミ州と南スオミ州に分割され、北部と南部で、 それぞれ別州に所属していた。その後、2010年1月1日にフィンランド全州が廃止され、ハメの地域は主に中央スオミ県、パイアトイコールハメ県、タイコールハメ県、キュメンラークソ県の県域となっている。ハメの地域が歴史に登場するのは、ハメの地域がスウェーデンの領土となった時、第2回スウェーデン十字軍の終わりである1239年。 もしくは1249年まで遡る。その後、1260年からビルエル・ヤールによってハメ城の建設が始まる。この城は、三つの城の国の一つの中心地となった。他の二つの城は、南西宋ミのトゥルク城、カルヤラのビープリ城である。1323年に結ばれたノーテボリ条約の後、ハメ城は、東側の防御能力を失ってしまったが、 その後も行政の中心地となった。1809年にフィンランドがスウェーデンからロシア帝国に割上された。この時、ハメもロシア帝国に割上された。今日ではハメは行政上の機能は失っているが、現在でもスウェーデンとフィンランド両方の遺跡が残っている。ハメの地には石器時代から人間が住んでいた。ハメの北部地域は 荒野で主にサーミ人の狩猟採集民が住んでおり、また加えて、フィン人の漁師もいた。中世の終わり頃の間のみ、羽目の北部に農業が徐々に導入された。19世紀になると、林業の成長が始まり、この地域に富をもたらすようになった。また、ネシコとベナホバシートをつなぐ水路が造成され、木材の供給が容易になった。そして、この地域、特に、 MNTT とバルケイコースキーは昔から現在まで製紙業の中心地として有名である。しかしながら、ハメの製造業の中心地はタンペレである。これはタンペレの地に19世紀初めに大きな織物工場と金属工場が建設されたためである。ハメの西部地域は国門所気流域に沿ってその両側に広がっている。東部地域、つまり、 パイアトイコールハメ県と中央スオミ県の県域にあたる地域はパイエンネコ南部の周辺に広がる地域である。ハメの南側の境は EN、サルポーシセルカの尾根に大体いい沿っている。ハメの南部は田畑と森林とが混在する平野からなる。それから北部に向かって徐々に標高が高くなり、丘陵地域となる。それに合わせて農地の割合が減少し、 森林と荒れ地がますます優勢となる。羽目の北部の境界は大体中央総未県にある。この北部の境界は古い県の制度が新しい州の制度に変更された時定まった。それまでの古い領域の境界は不確かであった。これはピルカンマー県の県域にある北西部の境界にも同じことが言える。元来からの人々の定住のパターンから、 人々の居住地域は、水路、特に大きな湖の周辺の平野に位置している。湖は、航行可能であるが、旧、三河や国門除去の急流は海への航行を、制限した。同様に、三つの別々の航行可能な地域からの、湖、根子コは、タンペレの1 0 0トル北まで航行することができる。また、プーハーアルビ、ベナホバシートロイネは十九世紀に運河によって、 つなげられた。一方、パイエンネコは、ラハティとパイアトイコールハメ県から、中央ソウミ県というバスキュラまでを接続している。ありがとうございます。